皆さんこんにちは。この度ペールギュントにてペールギュント役をやらせていただきます浦井健二です。この度、ヤンさんと共に、大きな大きなあの日韓合作の、船出に、出航することが、決まりました。本当に光栄です。ヤンさんはたくさんの、刺激的な舞台を作られている方だと思いますけれども、こうして日本と、韓国の、キャストをこう引っ提げてといいますか、我々と一緒に作ってくださることを本当に優しく、笑顔で包み込んでくださるヤンさんだからこそ絶対的な信頼を僕は持っています。ペール・ギュントという作品はとても冒険をしていくというか、ファンタジーの要素を強い作品だと思いますけれども、実は自分を探す、自分探しの旅というのがすごく題材としてはピックアップされているものかなと自分は思っております。自己中心的で、たくさんの人に迷惑をかけながら無我夢中で生きていくペールというかなりエネルギーを必要とする役だと思いますけれども、それを支える、大切な女性、そして母親というものの三本柱が、この作品には重要かなと思っております。それを朱里ちゃんやマルシアさんと共に作れることを本当に僕は嬉しく思っていますし、やはりこの中で自分の中で大切に思っているのが自分をさらけ出すことであり、そのペールと共に自分も新たな自分探しというものもしていけるような冒険だと、もう本当に個人的にも思っているので、ヤンさんと共にしっかりと足踏みを揃えてやっていけたらなと思っております。ペールギュントは12月世田谷パブリックシアターと兵庫県立芸術文化センターにて上演となります。皆様ぜひご来場のほどお待ちしております。